てくださる方もいて、ありがたい。こんばんは。そう、みんなすごい、おうちゃんのセーラー服姿喜んでくれた。シシトウ仲間のナナミに借りたの。シシトウ仲間そうですけど、今日着たセーラー服は大塚ナナミに借りまし、ナナミちゃんに借りました。で、ナナミが一昨日かな、一昨日着てたあのチアリーダー私のです。そう、でもあれちっちゃいもんのみんなと同じやつだからあれなんだけど、こんばんは。ナナミが私のチアリーダーで、私はナナミのセーラー服。こんばんは。そう、今日はそんな感じのおしゃべり会でした。リッパありがとうございます。こんばんは。なんだこれは、ありがとうございます。いっぱいありがとうございますね。皆さん今日からまた1週間始まりましたが、元気に一日過ごせましたか？あ、そうなんです、パジャマパーティーが完売したんですよ。それも話す。こんばんは。そう、あのですね、あの今29時受付なんですけど、そう、今やってる受付で9月25日の音量しゃべり会がの受付が終了しちゃう、しちゃうんですよ。そうで、もともと7部は完売してたんですけど、5部と6部かなと思ってたら、今日5部と6部私も完売してて、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。9月の25日パジャマパーティーです。ハートありがとうございます。シュクありがとうございます。絶賛パジャマ探し中なので、楽しみにしててください。バラありがとうございます。猫ありがとうございます。ネズミありがとうございます。タイキありがとうございます。そう。ね、嬉しい。本当に嬉しい。なんか、完売もさせてもらったしさ。なんか、今日お話し会とかでも、あおちゃんが最近忙しくなって、こっちも嬉しいよって言ってくださってる方がすごい多くて、本当に嬉しかった。あとはやっぱり、ね、今日も生誕祭の話がやっぱ多かったから。こんばんは。本当にね、今日も楽しかった。今日平日、セーラー服見てて話はすべて飛んでいった。飛んでかないで。そう、生誕祭も、そうそう、声も出るスパン短くなってきたよね。そうだね、確かに最近結構、でも生誕祭続きだけどね、嬉しい。やっぱりなんだろう、2公演になってからやっぱり月1ヶ月にやる公演の数も増えてきたのが私はすごく嬉しいです。さあ、明後日公演で、次の日がテスト返しです。誰もいい。明後日はサラの生誕祭です。こんばんは。
でもなんか、私ということは次の公演が生誕祭終わってから初の公演だ。しゃべり会次は25日です。だから結構日にちが空いちゃうけど、まあその間に楽しいことがあればなみたいなちょっと何言ってんだろう、まあ、みんなにまたいい報告ができるように頑張ります。ハートありがとうございます。たくまいきます、待ってます。みんな10月も受付中なのでよろしくお願いします。10月の10日と10月の16日と10月の18日でございます。待ってます。1ヶ月会わないと初見って聞いたけど本当じゃないです。本当じゃないです。どこ情報ですか。今度はさらちゃんお祝いする番だね。そう、明後日。なんかさ、自分の生誕祭をさ経験してから初めての他の人の生誕祭だけど、なんか多分自分が経験してからまた違う人の他のさ生誕祭経験するやると、なんかまた多分違う感じなんだろう。なんかもう思ったより主役がすごい緊張したし、した私は。だからなんか、ね、そう、多分サラも多分今も緊張してるんだろうな。わかんない、サラだからわかんないけど、私はそうだった。私は結構スピーチとかめっちゃ緊張してた。ちょっと考えるために緊張してたけど。そう、こんばんは。でもなんかさ、サラの生誕祭はさ、サラが泣くのがもう今から想像できる。なんかサラの泣くのが今から想像できるから。ねえ、ワクワクドキドキだよ、初めての生誕祭は。あおちゃんの、私ちょっと待った担当だったら、マジ本当に今までのちょっと待った回で一番一番上手で大きなちょっと待った言える自信ある。上手かは分かんないってか、ちょっと待ったに上手も下手もないと思うけど、もう思いっきし大きな声で言いますよ。だから全然ちょっと待ってやってみたいもんだった。サラ泣いたな。本当ですか？サラ結構泣くイメージあるよ。なんかメンバーだけかな、わかんないけど。でも多分私すごい泣き虫のイメージまだ強いと思う。今もそんなことないのに、そんなこと言ったら可愛くないって言われちゃうかな。最近全然泣かないです、あんまり。あんまり泣かない。サラ、本当、私結構さ自己紹介の時にサラ泣いてるの見たことあるんだけど、なんかサラの泣き方は本当に子供みたいな泣き方するの。なんか自分が言うのもあれだけどさ、やっぱメンバーだけか。結構ある。それも楽しみに。ファンの前では泣かないのでは。あお、サラ。私かな。私はでもどうだろう。あお、なんかでもさ、ショールームさ毎日配信してからさ泣くこと増えたじゃないのかな。分かんないけど、でもそんな泣いてない。
みんなの前でも泣いてないし、別に一人でも泣いてない。でも、あ、でもこの前は生誕祭のママの手紙では泣いたけど、スピーチでは泣かなかった。それはもう決めてたから。ね。確かに、ずっと泣いてたな、初期の頃とか。初期の頃泣いてたな。泣いてたな。最近泣くって言っても、そうね、だからなんかメンバーの前でも泣くことなんか、家でもたまにくれ、こんばんは。泣いてない方が少なかったの。初期はね、でもなんかもうあんま覚えてない。なんかもうママに会いたいって泣いてた。今思うと子供すぎて面白いけどさ。根に持つタイプ、私ですか？物事ですか？あんま持たないタイプ。全然なんか全然持たないタイプ。根に持つ持たないね。なんならなんかね、荷物ってた方が自分が嫌になっちゃう気がして、私あんま持ちたくないから普通になんか小学校の時に結構いろいろ喧嘩したちょっと嫌なことあった子とかも全然今でも仲いいみたいなそれくらい平気。私こんばんは。ホームシック、もうホームシックのホームシックを象徴したような人でしたよ、私初期の頃、本当にそう。今は全然、なんなら早く帰ってきなって言われるくらい、あの大丈夫ブロッコリーかける10、これちょっとギフトに見えるけど違いますねこんばんは。ホームシックイコール葵さんでしたか。そうだった初期の頃多分。いや本当になんかそれこそメンバーに、メンバーとスタッフさんになんかもう親がいないからさ、近くにいる人って大体メンバーかスタッフさんだったからさ、本当に多分子育てしてるみたいな感覚だったらなって思う今思うと。名前書いといて食べ物を誰かに食べられても大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。なんか食べ物でしょ、だってもう出せないじゃんなんかそう考えちゃう私は。なんか食べられたかって思ってたけ思うけど、いや出せないからもしょうがないかみたいな出せないからもしょうがないかって思っちゃう私は。507日連続配信ありがとうございますさっきの頃握手とかのたびに家帰ってました。まあ握手会があったのっていうのもある。あと夏休みに握手会結構あったイメージ。家帰ってた結構。全然その実家からなら全然めっちゃ朝早くとかじゃなくても大丈夫だったから普通に実家から行ったりして。その頃のスタッフさんになりたかった。絶対
大変。今でも、もし思い出すだけで申し訳ないもん。私だって生誕祭の時謝ろうとしてた。この場をお借りして。本当に初期の頃はすごい、うん、スタッフさん、メンバーファンの方にももちろんすごい、やっぱり初学2年生の時にもう申し訳なかったなって今でも思ってます。本当にすいませんでした。17歳の私はみたいなって言って思ったけど、それじゃ長くなるって言われたけど、本当にそう思う。なんかたまゆめたんとかにたまに言われる、青大人になったよねって、青なんか青丸くなったねって言われる。何、性格が、顔もかもしれないけど、丸く、青ちゃんやっぱ丸くなったよねって。初見ありがとうございます。古田葵です。でそんなトゲトゲしてたかなと思うけど多分無意識にトゲトゲしてたのかな私。それは申し訳ないけど、本当にそう迷惑かけたのは確かこんばんは。顔は確かにそうかも。顔丸いって言われたやばやば、やーせよやーせよ。反抗期が終わった多分慣れ、中学2年生の時はね、反抗期とかもそのね、それとも違ったと思う。ただもうただ寂しい。まんまる万歳、まんまる代表でしょすごいみんなはめてくれる。まあ私のまんまるもあとどれくらい見れるかわかんないしね、みんなおーちゃんの。でもなんかさ、このまんまる顔はさ、私の遺伝子どこ、私のあの遺伝子どこを取っても全部何あのおばあちゃんもママもパパもみんな丸な女の子なんで丸顔が嫌なの。私やだ、丸顔あんま好きじゃない。こうなりたい。こんばんは。多分お兄ちゃん見たら多分いやこれは遺伝なんだって本当に分かると思うくらいお兄ちゃんの方がまんまる。兄やんはあの絵に描いたようあのさ本当にコンパスで描いたようなそうそう兄やんはコンパスで描いたような丸なんですよ。それに比べれば私のあるかもしれないけど そうで昔からそう言われてた。なんかはーちゃんもお顔丸いけどお兄ちゃんは本当にお月様みたいな言われて、兄やんはどう思ってたか分かんないけど私的にはそれが結構あの元気が出た。本当にそういう、そうなの。みんなに見てほしいもん。みんなに見てほしいもん。パパも丸だよ。な、パパは丸じゃないけど、昔丸だった。けど、禁酒してから禁酒してから、あの丸さがちょっとなくなったけど
でもこんな感じ。パパ、ママは、ママもとんがってはない。これくらいこんばんは。そうだってさ、私の家族でさ、何、アンパンマンって呼ばれた、なんかあだ名で呼ばれたことある人の割合めっちゃ8割ぐらいだと思うよ。とってありがとうございます。親戚集めてアンパンマンって呼ばれたことある人って言ったら、多分8割ぐらいが手を挙げると思うくらい。おじさんもそろそろとんがってきて、キハラのね、多分そう、それを楽しみに。私ありますよ、なんならメンバーに言われる、サラとかに言われる、アンパンマンって言われる。あとでも NCT 入ってからトーマスって言われるようになりました。でも最近はトーマス見なくなったねって言われるけど、ちょっと前、1年半ぐらい前はトーマスって言われた。だからあのセカオのさ、感想の時になんかメンバーそれぞれの振り付けがあるんですよ。そうで、その振り付けがあって、その振り入れのタイミングでちょうど私が一番トーマスって言われてた時期で、メンバーに。でそのよりによってダンスの先生がすごいトーマス好きな先生なのだから私のそのセカオの振りにトーマスが入ってるの。ティー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 、あ、クブロッコリー、ティー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 、トーマスここでトーマス入ってるから、ちょっと今度セカオもなんかどっかで披露する時あったら見ててほしい。あ、でも感想までやることあんまないからな。ちょっと次いつになるか分かんないけど、そう、トーマスなの子クリありがとうございます。みんなね、みんな違うの。サラありがとうございます。そう今度からめっちゃそこ気になってしまいそう。ちょっと見てみて。でもこの感想の振りがある時って結構あのフルで披露する時だから、この前のアットジャムみたいなワンハーフの短縮バージョンだったね、あんまり感想の振り出てこないんだよね懐かしい。トーマスダンス配信、トーマスダンス配信、トーマスダンス配信、こんばんは。でしょ、レアなのよこの感想。こんばんは。ちょっと今日カラオケ配信しようかな、昨日しようと思ったんだけど、結構いい感じにお話できたから。ハートありがとうございます。正解かってありがとうございますハートありがとうございます。いいよ、やったやった、クラウキ配信しよう。リズムに乗らなきゃ始まらない。友達には何かに似てるねって言われる、あんま言われないあんま言われないっていうか、あんまりそういう話しないけどあんましないけど。おろしとツインどっちが人気あった？みんな優しいからどっちもって言ってくれるんです
でもどう、意外と思ってたより卸派がいたかな、青が思ってたより。選べませんだって。久しぶりになんかストレートで下ろした、ショールーム以外で。あと髪の毛も結構伸びたから、なんかついはちょっとすごい即席っぽく即席なんだけど、即席ツインなんだけども、すごい中学生感めっちゃ出てるって思った自分で。おろし好きね、意外とおろしが多いって思った。でこの丈結構低いからね、高めツインか。この前相撲の時やった、卑弥呼邪馬台国卑弥呼って言われる邪馬台国っていう人初めて見た。次に、私はどっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫って言うんだけど、全然大丈夫。でも私はあれですよ、学校行くときは最近ずっとポニーテールしちゃう。ポニー結ぶ方が、そう、私なんかもともと癖毛だから、なんか学校とかさ結構長いじゃないですか。だから朝ストレートにしても、そのストレートにしたのが取れちゃってぐるぐるになっちゃうんですよ私。だからだったらもう朝から結んでこうみたいな、で最近は結んでってるから、早く宿毛矯正をかけたくて。厳しいよね。で私堂々とその横、私は膝下のだけで頑張ってますって心の中で言いながらいつも投稿してます。安定にスカート長い。よいしょ、オーサム。ドラリレリドラ、ドラリレリドラ、ドラリレリドラ、あー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 、久しぶりだね、お元気ですか、ようやく会えて本当よかった、やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say Hello、 あれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよね、人に乗って踊ろうぜ踊るしかなし、あと近くに来てます、タブー、すべて忘れてもっと激しくステップ踏んで完全燃焼おさんみんなで、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 愛し合ってるか見せつけてやるじゃん、本当の自分さらけ出せベイベー、おさんみんなで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 、盛り上がってるかやばいくらい、あいつもこいつもハッピーでルール無用、あメンバー変えないでよ、降ってた雨もやっと上がって、あんなに星が綺麗に見える、どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔見せて、
生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかワークアウト、頭からにして揺れようぜ、体が勝手にグループしてくれ、レッツパーティー、ずっと夢見てた今日が来ること、そんで銃を手に入れた、オールナイトで騒げ、おーさん希望よ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 、信じ合ってるか、愛の力は何があっても永遠だよ、 Hey guys、 おーさん希望よ、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 信じ合ってるか、誰よりも今日の空を忘れるな、また会おう、ロラリレリロラ、ロラリレリロラ、イエーイ。これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ、心配ばっかりしたって始まらないだろう、だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス、楽しくやろうぜ、おーさんみんなで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 、愛し合ってるか、見せつけてやろうじゃん、本当の自分さらけ出せ、ベイベー、おーさんみんなで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 、盛り上がってるか、やばいくらい、あいつもこいつもハッピーでルールムよ、おー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 お疲れ様でした。よいしょ。どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔を見せて。じゃあ次は、よいしょ、箱の中のまるみー風に木々が揺れた一瞬の影に、そばにいてほしいと君を思った。もしもこの世界が日向だけなら、寂しいことなんてきっとないだろう。恋する日々は自分が自分じゃない。息するだけで切なくなってくる。木漏れ日横の僕の迷いなんか晴らしておくれ。雲一つないような青空になりたい。何も遮らずに君の瞳見つめながら、ただ好きだと一言だけ言葉にできたらいい。僕は君の何を知っているのだろう。遠くから眺める愛しさの森、君に話しかけて振り向いたって、微笑みは心の一部でしかない。恋をするたび
光を追い求める、歩き出したら迷ってしまうのに、ただ思いささやかなこの願いを叶えておくね。枝の隙間に見える青空知りたい、僕にできることはずっとここから見守ること、今好きだと言えなくても夕日を待てたらいい。ポップの中を外から眺めても、想像をするだけじゃ中身はわからないよ。木漏れ日横の僕見せるんだ、決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは疑わない。諦めずに頑張る君が優勝だ。ここに来るまでの長い道のり、脇目も振らずに来た。どんなに遠くの夢だって一歩ずつ近づけ、いつだってまっすぐに前向いて、迷うことなんかなかった。約束の場所を目指そうぜ、仲間たちよ仲間たちよ、送れるな、エコーの拳上げろ、希望握りしめ戦おう、エコーの拳上げろ、どんなにピンチになってもひるまないで。勇気持ってぶつかる君に負けは、はいはい、千円の嵐の中声は届いてるか、君のことは誇りに思ってるよ、キラクル記憶に残れ、悔いのない試合をしよう、みんなみんなみんな総立ちでこのチームを応援するんだ、せーの、勝利へのかかとを鳴らせ、一致団結して見せるんだ、決心のかかとを鳴らせ、応援している僕らは疑わない。敵も味方もない、恋するか吹かれるまで諦めずに頑張る君が優勝だ。かかとを鳴らせでした。はい、一列に並びます。はい、以上をもちまして、古里葵カラオケ配信およびショールームを終了させていただきます。この後15分間の換気休憩を取りたいと思います。係員の指示に従ってそのままでお待ちください。嘘でーす。ということで、最後の挨拶をする前に明日の夜ご飯を発表したいと思います。ちなみに今日はおにぎりでした。おにぎりでした。くすぐて、くすぐて、おにぎりでした。皆さん何おにぎりを食べましたか？ふんふん、なるほどなるほど、わー美味しそう。ということで明日の夜ご飯はどうしようかな。
最近私きゅうりのお漬物と塩じゃない大根の漬物が好きなことに気づいた。たらこです。梅、鮭とコーン絶対美味しいじゃん。たらこ、梅、焼きとうも絶対みんな美味しいんだって。みんな美味しいご飯たくさん食べて寝ていっぱい免疫つけてね。私のからのお願いは本当にみんながまず健康で生きてくれることだから。あの夜ご飯を発表したいと思います。どうしようかな。今日ねサーヤとね帰りにね餃子食べたいねって話して帰ってきた。はい、そんな感じなんですけど明日の夜ご飯はどうしようかな。あー決めた、いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、親子丼で。親子丼って美味しいよね。私めったに食べないんだけど、結構前にアイニャーさんと行った親子丼のお店がめちゃめちゃ美味しくて今でも忘れられない親子丼。そう今日さやと餃子食べたいねって話して帰ってきたけど、明日の夜ご飯は親子丼です。あ、島屋さんのあのさ、なんあれ何通りっていうのかわからないんですけど、あの劇場行った際に島屋さんの親子丼ちょっとチェックしてみて。めっちゃ美味しかったから。はい、ということで明日の配信時間は、明日って9月の7日ですよね。夜の20時から配信するので見に来てください。20時からで、明日は8時から配信します。お待ちしてます。はい、ということでスクショタイムですね。じゃあちょっと今日はツインテールなので直線ツインテール。あ、そっか、明日一期生さんのお披露目ショールな DMM だ。あれって何時からなんだっけ。かぶると絶対良くないよね。待って待って、前言撤回、前にやろうかな。前言撤回、前言撤回、宣言撤回。宣言撤回。どうしよう、朝はねやらない。待って、19時から22時。じゃあ明日6時からやります。え、すごい長かった。え、じゃあ明日6時からとかやっちゃうかな。じゃあ明日夕方の18時にしよう。ちょっと私急いで帰ってくるね。18時からにします。全言撤回します。明日は18時から配信します。見に来てください。でもなんか久しぶり、結構なんだろう、時間帯変えた方が新しい方見に来てくれる可能性もあるし。ということで今からスクショタイムをしたいと思います。はい、直線ツイン。そう、お姉様たちは長く DMM 速くできそうが、でもあなたちの時も、あ、喋んでみよう。撮れました？ということで、ね、
でもなんか2期とかでもね、青たちが大人になって24時以降とかもできるようになったら24時間生配信とかしたいねって話してた。ね、ということで今から今日のランキングを読みたいと思います。いきます。13位いなちんさん、ありがとうございます。12位やまぴーさん、ありがとうございます。11位ふうかさん、ありがとうございます。10位ソウルメイトさん、ありがとうございます。9位しろさん、ありがとうございます。8位たからさん、ありがとうございます。7位ハムさん、ありがとうございます。よいしょ。6位ホサルジュ少ない方法を探してるよみさん、ありがとうございます。5位 MS さん、ありがとうございます。4位ジンさん、ありがとうございます。3位マー君さん、ありがとうございます。2位デルポンさん、ありがとうございます。1位ヨックンさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。また明日お待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうもろこし。おやすみなさい。今日もありがとうございました。次のおしゃべり会は25日です。でも明後日は公演もあります。明日も待ってます。おやすみなさい。また明日ね。おやすみ。バイバイ。ありがとうございました。また明日。今日も楽しかったです。おやすみなさい。バイバイ。またね。これは自動で切れるのであと4秒くらい。またね。バイバイ。おやすみ。